楽しかった。疲れたでしょ。お風呂入ったら。うん。あ、そうだ、レノちゃんも一緒に入る。洗いっこしよっか。洗いっこって。あかり、あなた人との距離感少しおかしいから気をつけた方がいいわよ。え、そんなことないよ。前にも言ったじゃん、レノちゃんとの出会い運命だって感じたって。え、私が誰にでもこんな風に接すると思われたらとっても心外です。レノーちゃんが大好きだから言ってるんだよ。それは分かってるわよ。本当に伝わってる？残り少ない時間をレノーちゃんともっと濃厚に過ごしたいという私のあふれんばかりの気持ちが、さあレノーちゃん、裸のお付き合いを。はいはい、いいから早く入ってきなさい。一人でね。全然伝わってない。もう、やっぱり洗いっこしとけばよかったって後悔しても知らないから。